令嬢、実家はお金持ちの女性芸能人、7000。こんにちは、ゆうです。誰しもが一度は、お金持ちに生まれてきたかったと思ったことがあるかもしれない。お金の面だけでなく、人脈など様々な点で多くのメリットがあるのは言うまでもないだろう。しかしながら、時にこの御曹司や令嬢であるということは、周りからの期待など多くのプレッシャーがあるのも事実である。今回は、そんなプレッシャーにも負けず芸能界という厳しい世界で活躍する女性芸能人を紹介します。松雪泰子。女優の松雪泰子の父は佐賀県に本社を置くトスガスの社長である。トスガスは1968年に設立され、年間の推定売上高は10億円というから相当の大金持ち。社長令嬢として育った彼女は、幼い頃からバレエ、ピアノ、日本舞踊などを習っていたそうで、女優業には大変役立って感謝しているそうだ。かつての主演ドラマ、白鳥麗子でございます、のお嬢様役は、彼女にはぴったりの役どころだったということになる。高田真由子を、東大卒の女優として、クイズ番組でも博識を披露している高田真由子、夫のバイオリニスト博士太郎は、高田家に婿養子で入っている。彼女は明治の三大貿易商と言われた高田商会、高田新造の末裔である。高田商会は明治時代にロンドン、ニューヨーク、上海に支店を持つほどの財閥であった。彼女の父はすでに亡くなっているが、ユニオン高田商会という外車輸入会社の社長をしていた。祖母もホテルオークラの隣に200億と言われる大豪邸を所有していたというからすごい。千秋、お笑い芸人のココリコ遠藤の元妻としても有名な千秋は、実は社長令嬢だというのは知っていただろうか。父親である藤本勝次は、京都大学卒業で日本板ガラスの元社長であり、現在は相談役を務めているそうである。また叔父の谷口一郎は、三菱電機の元社長、会長だそうで、テレビでの千秋からは想像できないほどエリート家庭に育ったようである。大黒摩季、ラララのヒット曲で知られるシンガーソングライターの大黒摩季。彼女の実家は老舗のパン菓子の製造業の木村屋である。1927年、東京の木村屋総本店よりのれん分けされて創業。酒種を使ったあんパンや、北海道産の小麦粉を用いた無添加パンなどが有名。父の大黒正義氏が社長の頃には、大手スーパーへの大量出荷を始めて、ピーク時には10億円以上の売り上げを記録したそうだ。2000年に正義氏は死去し、現在は大黒摩季の弟が社長である、華原朋美。歌手、華原朋美の実家は、千葉県で鉄鋼会社や老人福祉施設を経営していて、地元では有名なセレブ一家である。父は鉄鋼会社の会長で、現在の社長は兄、母も実業家として、小料理店や健康食品販売などの事業で成功している。千葉の豪邸の他にもマンションをいくつも所有しているそうだ。彼女は、テレビ番組の企画で乗馬の障害物競技に挑戦していたが、3歳から乗馬を習っていたというから、さすがセレブのお嬢様だ。伊藤麻子。お笑い芸人、伊藤麻子の実家はかなりの資産家だという。門入って玄関に着くまで、相当距離のある大豪邸。場所は東京渋谷区千駄ヶ谷らしい。ちなみに、この辺りの地価は一坪約400万円というからすごい。父は都市銀行の元重役だと言われているが、父母の実家はもともと資産家だったという。彼女は、お嬢様学校として有名な双葉学園の小学校から高校まで通っており、この学校に通えるのは、かなり経済力のある家庭の子女である証だそうだ。三田由里香。フジテレビの人気アナウンサー、三田由里香の父、三田義博氏は明治座の社長であり、老舗料亭、玄屋棚浜田屋の三代目でもある。彼女は正真正銘のお嬢様なのだ。明治座は130年以上の歴史ある歌舞伎や演劇の劇場で、東京、日本橋にある。また、祖父の三田正吉氏は財界人、文化人としての功績が認められ、
1999年名誉都民として表彰されている。以上、ゆうがお伝えしました。コメント欄より感想をお待ちしております。ご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録をよろしくお願いします。